き登録をクリックします。すると、カテゴリーを登録するページが表示されます。5つまでのカテゴリーなら、複数選択することも可能ですが、ここでのポイントは、カテゴリーを1つに絞ることです。複数のカテゴリーを選択していると、ポイントを得たときに、それぞれのカテゴリーにポイントが振り分けられてしまいます。その結果、どのカテゴリーでも上位を取れない、ということにもなりかねません。カテゴリーは一つだけに絞りましょう。ここでは、インターネット、コンピュータの中のウェブログにチェックを入れます。次のステップへボタンをクリックします。すると、ブログ情報を登録するページが表示されます。